から自分の発表を始めます。自分はクイズゲームを作りました。初めに作品の概要です。なぜこの作品を作ろうかと思ったかというと、クイズ系のゲームは簡単でハマりやすく短時間でもできると思ったからです。次に作品の概要についてです。外部クイズデータを読んでクイズを出題します。クイズデータの形式は、選択問題、数学の問題、漢字の読み問題です。で、次に、遊び方についてです。実際に見てみます。早速問題が出てきました。このように、これは漢字問題なんですけど、どんどん進めていくと、このワニが、問題が合っているかどうかを教えてくれます。次に工夫した点についてです。今見てもらった通り、ワニが問題の答えが合っているかどうか言ってくれるように工夫しました。苦労した点は、選択問題、数学問題、漢字問題の3種類の出題形式を使って作ったことです。また正答率も、全部で10問あるんですが、その正答率も出すことにも苦労しました。最後に感想です。初めてプログラミングをしてみて、すごい難しいという印象がありました。しかし、自分でゲームを作ってみて、とても面白いとも思いました。身の回りには、いろいろな DS などのゲームや、携帯電話などもっと様々なプログラミングがあり、そしてそれらがまたさらにもっと複雑で難しいものだと思うと、作ってる人とか、そういうのに関わってる人がすごいなって思いました。以上で終わります。